これは大宇宙に伝わる伝説の巨大ロボットの物語である。この宇宙最強のロボットを誰がいつ作ったか定かではない。しかし5つの宇宙ライオンの頭を持つところから、いつしか百獣王ゴライオンと呼ばれていた。15年前に死んだと思っていたライブルの息子セイントが生きていた。だがライブルの息子とは真っ赤な嘘であり、実はガルラ大帝国の破壊工作員セイントであった。この偽ライブルの息子セイントはグレーダム城司令室を占拠。グレーダム城は危機に瀕していたのである。そしてガルラは青函巨大砲をアルテア山頂に運び、ゴライオンを狙ったのである。今やゴライオンは絶体絶命のピンチに立った。ヒスの最後。よし、行くぞ。セイントのやつ、騙しやがって。やつだけは絶対に許せ。信じられない。もしライブルが知ったらどれほどの衝撃を受けるだろう。嘘であってほしい。うわっ、このままじゃやられちゃうよ。いかん、巨大砲の真正面だ。わざわざ巨大砲の正面に入るとはどういうわけだ、チーフ。両方から狙われたら大変だわ。それが狙いだ。巨大砲の標的になるんだ。巨大砲の弾が来るまで 0.7 秒かかる。この 0.7 秒が生死の分かれ目だ。勝負するぞ。相手になってやるぜ。おこつぼだ。さあ、これからが腕の見せ所だ。えい、何をしているのだ。あ、シンクライン皇太子。ゴライオンはまだ片付かぬか。は、メカ獣人ベータの影になっているので照準がつけられないのであります。構わぬ、巨大砲のテストに絶好の標的だ。メカ獣人もろともにゴライオンをぶっ飛ばせ。よし、砲撃準備。照準、メカ獣人ベータの中心部。砲撃準備よし。標準よし、撃てい。あれは分離。うわうわうわ。見るがよい、ゴライオンが木っ端みじんになって落ちてゆくわ。やった、とうとうやったぞ。
私は宿敵ゴライオンをこの手で粉砕した。シンクライン交代しバダー交代し、アルテア城に潜入しているセイントから連絡が。何？セイントから？おお、セイントか。はっ。交代し、グレーダム城の司令室は私が制圧いたしました。直ちに兵士を派遣して城門から攻撃してください。私が司令室を押さえていれば簡単に陥落します。セイント、もはやゴライオンはこの世に存在せん。それなのに何を焦っておる。貴様も血の杯でも放せ。お待ちください皇太子、今がチャンス。貧乏症よな。焦るな焦るな。その頃、ゴライオンはアルテアアルプス山中で身動きできなかった。こんな時に血酒を吸ってグレーダム城攻略のチャンスを逃すとは。よし、それならば俺一人ででもこの城を奪ってやる。うるさい奴らだ、皆に見てろ。みんなやめろ、これ以上無理だ。司令室と外部との連絡を断とう。司令室内のメイン電源を切れ。はい。メイン電源を切ったな。それくらいでは慌てぬぞ。確かこれが非常用電源のはずだ。グイジー！なんだ？ゴライオンが青函巨大砲で破壊されました。どういうことだそれは。姫はご無事ですか。姫は、あ、現在のところは分かりません。みんなバラバラになってアルテアルプスに落ちていったそうです。バラバラに。よし、すぐに捜索隊を編成してくれ。はい。捜索隊は4隊に分かれて空と陸とを最大漏らさずに。君たちも行ってくれ。はい、はい、あ、私も捜索隊に加えてください。アルテアルプスはあなたでは無理だ。でも姫の身に万一のことが。いや、あなたは城で待機していてください。手を上げろ。頭の後ろで組むんだ。セイント、お前はなぜアルテアを裏切ったのです。お前を信じて将来は。おお、将来はどうしたというんだ。パーラ姫の花婿にでもと考えていたのに。騙される方がバカなのさ。それは違います。セイント、人間はお互い信じ合い助け合って生きていくものなのです。ヒスドロ、そやつにそんなことを言っても無駄だ。君の心など通じやしない。やつはガルラの破壊工作員なのだ。ガルラの破壊工作員。その通りだよ。貴様など人間のクズだ。さあ、打ちたきゃ打つがいい。生意気なライブル、死ね。しまった、非常電源をやられた。私はもうダメダメ。ただ最後の心残りは姫の花嫁姿を一目見たかった。ヒス殿、しっかりして。父上、お喜びを。このシンクラインは青函巨大砲であの憎きゴライオンめを粉みじんにいたしましたぞ。お前は自分自身の目でそれをしかと確かめたのか。いや、
あ、それはまだ。バカ者、まず生死を確かめ、生きておればとどめを刺す。その爪を忘れて何とする。血酒など食らうのはまだ早いわ。私の手柄に嫉妬しおって、直ちにゴライオンの残骸を調べて持ち帰れ。まったく忌々しい。何事？ヘラクレス製の宇宙艦隊です。救援に駆けつけた様子です。何？青函巨大砲の威力を見せる時と、目標ヘラクレス製艦隊攻撃準備。攻撃準備よし、照準完了。発射。この威力は、これで反乱性の奴らを吹き飛ばしてやる。一つ残らずな。みんな、大丈夫か？返事をしてくれ。なんとか息してるぜ。ショックだったよな。わしはいつも元気じゃい。ブルーライオンの音がないな。姫、姫、どうしたんだ。姫、姫、応答しろ。姫、どこ行ったんだ。ここはメオ族のパオじゃ。痛い。ああ、まだ痛むじゃろう。もう少し寝ていた方がいい。で、あの、他に、私の他には誰もおらんよ。天から何か降りてくるのを見て、一族が戦いの用意をして出かけたのじゃ。なぜ戦いの用意を？一年前にも同じようなことがあっての、ご先祖様の墓がガルラに荒らされたのじゃ。ガルラの墓荒らしはよそ者の子供とその母親の墓を最後に見つけて、その子の亡骸を持ったまま天に登っていったわい。あれ以来ろくなことがないわ。よそ者の墓というの？そうじゃの。あれは15年も前のことじゃったか。15年？あの年はダイバザールどもが攻めてきて、どえらい戦争の真っ最中。子供を抱いたライブル夫人がガルラにやられた。これがそのライブル夫人とかいう方の墓じゃよ。子供の名は確かローランと言ったと思う。ライブル夫人とローラン、ライブルの本当の息子はここに。墓を荒らしてまでライブルの息子になりすましたセイント、絶対に許せない。あれはアルティアの捜索隊。ブルーライオンさえ無事ならば、あんな、黒金、チビもゼドウもみんな無事だったのね。よかった。ブラックミサイル、こうなったら体当たりじゃ。ビッグファイヤー、グリーンタブレード。よかった。死んだなんて、そんな、そんな。わしが仇を取ってやるわい。みんな悲しんでばかりいる時じゃない。敵は今
我々がもうやられたと思ってる。そうだ、今がチャンスだぜ。それに敵は日の出を待ってる。巨大砲で何かを狙っているに違いないんだ。ヘラクレス星だ。大変だわ。よし、急ごう。私も連れて行って。ダメだ、姫はブルーライオンの修理を急いで治り次第追いついてもらう。でもさっきコクピットを調べたが、計器ボードがやられている。それに電気系統の配線が切れている場所が 2,3 ある。捜索隊の技師が修理してくれているが、まだ 2,3 時間はかかる。チーフは冷たすぎるぜ。ヒスの仇討ちってこともあるのに、あれじゃ姫がかわいそうだよ。チビ、そりゃちょっと違うんじゃないかな。チーフはな、姫を今夜は少し休ませたかったのさ。ヒスの死も答えたろうし、今戦うのは無理と見たんだろうな。なるほど、さすがチーフ、俺尊敬しちゃうな。この元気なやつだ。おいチビ、何をバカ笑いしてるんだ。行くぞ、出撃だ。よし、待ってました。と言ってもこっそり行こうぜ。オッケー、わかったぜ。よし。みんな気をつけて、ブルーライオンが修理できたらすぐに追いつくわ。あの光点がブルーライオンの残骸と思われます。そうか、あれがブルーライオンの。姫の消息も知りたい。偵察用メカ戦隊が確かあの辺りに。すぐ確認させろ。それが。何、それがどうした。その偵察メカ戦隊は4時間前から連絡が途絶えているのです。何、4時間も前から連絡がない。なぜそれを早く報告せん。このバカ者は。皇太子、日の出です。ヘラクレス星が地平線上に見えてきました。照準可能範囲に入りました。よし、ヘラクレス星に照準合わせ。今に見ておれ、ガルラ大帝国に立てつく反乱星どもを一つ残らず吹き飛ばしてやる。照準セット完了、発射準備 OK。 よし、発射だ。何事だ。おお、悪運の強い奴らめ、まだ生きていたか。対空砲撃開始。うわっ、逆走だ。うわこれまでか。こんなものでは巨大砲はびくともせん。巨大砲にはゴライオンの武器は通じないぜ。合体しなければダメだ。遅くなってごめんなさい。おう、ゴライオン合体。レッツゴーライオン。何？バカめ、ゴ
ライオンごときにこの巨大砲が動かせると思うか。おお、脱出だ。やった、乗れゴライオンめ。逃げ足だけいつも早いや。どうなってるんだ、外の状況が全然わからん。お、着いたぞ。皇太子、皇太子、応答してください。お、ゴライオンの仕業だな。よし、手遅れにならぬうちに脱出だ。お、お、しまった。待ちなさい、セイント。よくも人の心をもてあそび、私の親代わりでもあったヒスまでも殺したわね。お前だけは絶対に許せない。これでも食らえ。おお、姫は応対だ。グシ、早く手当てを。こんなところでやられてたまるか。私はガルラ一の破壊工作員なのだ。私はガルラ一。私が愚かなばかりに須殿を死なせてしまった。姫、わざわざここへ来てもらったのは他でもありません。私は今日限り城を去ろうと思うのです。ライブル、人の子の親とは愚かなものでしてな。見えるものも見えず、聞こえるはずのものも聞こえず、子ゆえの愛に惹かれて闇をさまよい、他愛なく敵に騙される。私には軍師の資格などもうありません。それは違います。深い愛を持つ軍師こそ誠の軍師というもの。それがあなたです。愛情を戦いの駆け引きに使うガルラこそ卑劣なのです。ライブル。姫、ありがとうございます。こうしてまた一つの戦いが終わった。だがそれは苦い勝利の味でもあった。さて次回は、シンクラインが失敗者として解任され、アルテア攻撃の最前線にダイバザール大帝王が立った。一方、ゴライオンは巨大砲の援護のもとについにガルラへ発進した。次回、ガルラへ大進撃。お楽しみに。